よし、やるか。わかった。干からびるとこだった。食ったら帰れ。何言ってんだ。一緒に帰ろう。一つ、はるばる迎えに来た己の船の船長を俺は侮辱し、無抵抗のお前を力の限り傷つけた。だから俺は今更お前の船には戻れない。二つ、第四あるクソジジイおよび俺が育った故郷海上レストランバラティエを人質に取られてる。だから俺は結婚式から逃げるわけにはいかない。三つ、血のつながった悪の家族がビッグマムにはめられた。数時間後全員が殺される。何の恩もない恨みしかねえクズどもだが、俺はあいつらを見捨てて逃げることができない。以上三つの理由で俺はお前らと一緒には帰れない。理解したら消えてくれ。逃げ出す勇気がねえ。式が始まったら俺一人じゃ止められねえのに。家族だとも思わねえあのクズども、俺は助けたいと考えている。だってそれがお前だろ。俺たちがいる。式をぶっ壊そう。サンジの本心を聞き出し、一味と連絡を取ったルフィはジンベエの取りなしでビッグマム傘下のベッジと会見する。ベッジはビッグマムの部下でありながらお茶会を利用してある謀略を進めていたのであった。さて決めようか。まず手を組むかどうかから。ベッジはその警戒心と防衛力の高さを買われ、今回の茶会で護衛の全権を任されている。その立場を利用し、ベッジはビッグマムの首を取る気なんじゃ。うちとしちゃおめえらはただの邪魔者。
ここで全員消すってのが一番世話ねえが。俺が死んだらビッグマム暗殺のチャンスはゼロだ。ああ、残念ながらその通り。どうじゃルフィ、直感ではこいつらと組めそうか。どう思う？殺し合いなら後でもできるが、今手を結べばお前たち全員に利がある。作戦は？誓いのキスでプリンはサンジを撃つ。その銃声が作戦開始の合図だ。麦わら、おめえはママの席の正面に置かれたマザー・カルメルの写真を叩き割る。理由はわからん。それでビッグマムは発作を起こして規制を上げながら覇王色の覇気を発動するらしい。ちょっと待ってよ、それじゃルフィがおとりになるみたいじゃない。いいよ、写真を割るのは俺がやる。今面白い登場の仕方考えたんだよな。しっしっし。なんでしょう、楽しそうですね。会場がたじろいでる間に俺たちはママを暗殺する。おめえらはその援護だ。他にやりたいことがあるなら止めやしねえ。用が済んだらさっさと逃げろ。互いの船に行き着いたらこの共闘もそこまでだ。ブーンを祈る。よし。さあ、ベールを上げて誓いのキス。お前が終わる瞬間だ。どうしたプリン、なぜお前が倒れるんだ。ミスターナミライオ、カタクリ。よく見ろサンジ、この忌まわしき第三の目を。なんて美しい瞳だ。ごめん、近くで見たらつい見とれて。ながら気味が悪いね、プリン。この目を美しいなんて言ったやつはただの一人も。どうしたプリン、早く撃て。プリンちゃん、ふざけんな、ふざけんな、殺すんだ。私はお前を。避けたか。一体どういうことだい、カタクリ。プリンに何が。
このウェディングケーキは。オーバーガーツらの狙いはママか。そうはさせない。キャンディーウォール。道を塞がれ。回り道せねばならんな。ぶっ飛ばす。忍者、これは完全に謀反と取っていいんだな。ぜひそう受け取ってみる。麦わらの一味にわしは入りたい。これにてビッグマム海賊団をやめさせてもらう。どうもお世話になりやした。死んで我らの血肉となれ、エルマダブルシックス。これは何の間違いだ、ビッグマム。くそ、このままじゃあいつら。あいつ何やってんだ、ジタバタしやがる。私たちには大事な目的が。今は戦っている場合じゃありません。本気でやろう。武将ドーナツ。僕の未来は待っていない。それでも俺に挑むか。覚悟しっ。カタクリは厄介な能力の持ち。追いつかれんよう急いで進むぞ。落ちほどん。無駄だ。落ち着く。どこへ行くつもりだ、ペロリン。キャンディーウォール。はじめからお前に勝ち目はない。ここを通してもらおう。ジェットミサイルゲット。ファイト。無駄だ。落ち着け。よくジェットスタンプが取りで。ジェットミサイル。本気でやる。私が止めてみせよう。子供の王ギガントジェットシェル。落ちて。ジェットスタンプが取りで。みんなで行けば敵が集まってしまいます。そちらは任せていいでしょうか。あいつらの狙いはママだ。そのカルメルの写真か。もう絶対助からねえ。体も飴でガチガチだ。ケンジの家族が大変だ。助けねえと。よっ
なかったか。おっ、闇の壁が解けた。これで進めるぞ。わいった。よっ、おっ、おっ、エレファントだ。麦わら、ジンベエ、死ね。あ？誰だあいつ。バザーカラメルの写真を割りやがった。しまった。ビッグマムが割れた写真を確認した。あとは叫んで規制を上げるよ。それが誰だか分かっているのか。なぜ規制を発しないんでしょうか。もしかして上で抜け抜き麦わらの一部にマザーの写真。ルフィさん、ビッグマムは今何に起こればいいのか混乱しているんです。割れた写真をもう一度見せましょう。後ろ、ここまで来ればひとまず安全か。ビッグファーザーグレーセ、全員俺の中へ入る。どうにかここまで逃げてこい。ゾウが呼び込んでいるのはペロスペロンか。奴を倒さねえ限り邪魔は増える一方だな。ここは一旦引くしかねえか。ママに歯向かった者を逃がすわけにはいかない。麦わらたちを捕らえろ。ディズニーバッタム
全員入ったな。